後悔し始めてたとこ。だって隣の部屋の人が帰ってきてすごい変な目で見られちゃったよ。起きた？朝ごはん、サンドイッチの材料をコンビニで買ってきたよ。木曜日7時17分、授業を何件目かな？意外！お料理しなくてもゴミはちゃんと出せるんだね。
めでもない。自信を持って言える。これが私の一番好きな味だから。いよいよクリスマスがやってくるね。この季節ってドキドキするよね。あー、これかわいい。おそろで買おっと。ブルーのクマンバピーがショゴくんの方ね。だよね。ショーゴくんの部屋、フローリングむき出しだから寒いよ。あ、ほら見て、クリスマスのプレゼント用のラッピング、すごくかわいいね。私ならどれがいいかな。くれくれ、しろしろ。私はあなたのママにも、家来にもなった覚えはないわ。これも買いだ。
ピーなの。よかった、これでもうかわいそうじゃなくなる。私のまましまってあったでしょ。あの時はもっとかわいそうに見えた。このプチマルベイビーのシールを貼ったら、ほーら、こんなに可愛いでしょ。かわいそうじゃない、幸せに見える。こういうの翔吾くんも好き。そっか、翔吾くんもこういうのが好きなんだ。くんの真似、こういうの。言ってる、こういうの。あとね、たはーたはー、深呼吸？ため息とか？言ってるよ、たはー。
私も眠い。